はいどうも、カッパ園長です。さてと、じゃあ、今度はこっちでね、えー、動画見ていくんですが、最初は、じゃあ、まず NHK。僕は普段から NHK さんのことは、日本犯罪者協会とね、えー、言わせていただいていますが、あまあ、やっぱりそうだったなっていう話がまた出てきましたね。い,まあいわゆるやらせの発覚って言えばいいんですかね、簡単に言うと、うん、仕込みがばれたっていう。 でまあ、どうやらそれをね、えー、また何かあのー、やってくれたというかねこの人も本当ねさっきのこの靴澤さんとはちょっと違う角度ですけどひまそ、あ、らさんなんですよねひまそらさんがまあこの NHK のこの内部資料いや、うん、この事前に公開でそれをこう受けて「この半日クソマスゴミ界隈が、ね」が淡くってるっていうこの人すごいですね。うん 取材メモが流出っていうお話ですかね。まあ、朝日とかね、まあ、NHK 本体もそうだし、産経新聞とか、いろいろこの報道各社、ね、この慌てて報道してるみたいな、まあ、結構の騒ぎになってますけども、まあ、ちょっとね、えー、内容を見ていきましょうかね。NHK のニュース情報番組の企画書と疑われる文書が放送前にネット上に拡散し、まあ、注目を集めていますよと。で問題の文書には関東ローカルニュース情報番組首都圏ネットワークで、 12月1日18時から放送予定としてネット上の誹謗中傷に関する企画が書かれていたと都内の女性支援団体が誹謗中傷していたという元加害者の男性のインタビューと見られる内容も含まれているとこれがどうやらひまそらさんのことを指してるのかな <laughs> で NHK は11月30日午後弁護士 .com ニュースの取材に対して現在事実関係を確認中です とと回答しているとネットの誹謗中傷を取り上げた企画書なのかということで拡散されている文書に書かれているのはなぜネットで誹謗中傷を行うのか加害者に迫るという企画のタイトルで都内で若い女性を支援している団体が SNS で誹謗中傷を受けていた事件について取り上げあれ誹謗中傷だっけ <laughs> で実際に誹謗中傷してしまったという男性へのインタビューを行うというもの でえーまあ、複数に前にわたる文書でインタビュー内容も詳細に書かれていたと。でこの文書は女性団体と裁判で対立関係にあるアカウントがあ11月28日、タレコミがありましたとして、えーまあ、X に投稿していて。 え弁護士 .com ニュースはこの文書が実在するものなのか、実在するとすればどのようなルートで流出したものなのか、NHK に取材したところ、取材制作過程についてはお答えしていませんが、ご指摘の内容は把握していて、現在事実関係を確認中ですという回答があったとっいうところまでなんですよね。うん、で、えーまあ、幹部たちが、ね、幹部とか幹部とか,か分からないけど、本物だと、ね、重大事案だと、ね。 どうすんのこれっていうこれ結構洒落にならないですよねまあ自業自得ですけども、うん、これ内容今ので大体分かりましたかねひまそらさんが NHK の報道番組の内容が書かれた社内資料を内部資料を報道前に、ね、この世間に公表した公開したってことですよね、まあ、入手元がおそらく NHK の職員 だから取材内容が対立している相手側に流されるっていう結構な案件ですよね。うん。ちょっと僕の伝え方もあれなんで、なんかどういうことかよくわかんないっていう方もいらっしゃいますかね。なんだろう昔あったほら、TBS のこの坂本弁護士事件、あれに似てるんじゃないかなって思うんですけども、それを NHK がやってるってことなんですよね、まあ。要はこのやらせを示す企画書が流出した、流出させたか。 うん、っていうことです。うんまあ、内部リークっていうのかな。うんまあ、ちょっとこれ見づらいんですけど、画像一応載せとくんですけども、ま,あ、まずこの NHK、簡単に流れですよね。NHK でネットの誹謗中傷に関する番組が放送されることになりました。で、その中の一部の話であるこのコラボと、えー、和解したあ元、なんていうのかな。 うん、一応ここでは暇アノンっていうふうに、ね、あのお伝えしておきましょうか NHK からインタビューを受けて放送されることになりますよとで,、えー、でその放送3日前に NHK のこの暇アノンいわゆるリークした人ですよねが暇ロさん本人に内部文書機密,う違う機密か企画書かを DM でリークしました で、暇らさんがその文章をネットにアップして今、拡散してる。NHK の情報漏洩だと騒がれてるっていう、そういうことですかね。うん。で、これ、何が重大というか、騒がれてるかっていうのは、なかなか分かりにくいかもしれないですけど、例えばこれで、ね、まあ、放送内容がもし変わったりしたら、もしかしたら暇らさんたちは、ね、業務妨害になったりしないのかなって。 まあ考える人もいるかもしれないですよね。でもね、そもそも日本犯罪者協会風情がね、まあ、自身が、ね、まあ、自身のか、まあ、放送倫理規定に反してますよね,ね。そういうことですよね。とんでもないやらかしですよね。だからそのまま放送したら、ね、日本犯罪者協会による放送法違反案件ですからね。うん。だから、 あまあさっきなんか、ちょっとなんか、砕けたというか、ふざけた感じで、暇なのんみたいな言い方してしまいましたけども、要は、さすがの日本犯罪者協会内部にも、これはまずいと。それで、まあ、なんかリークがあったんじゃないのかなって、そういうことですかね。うん。要は、やらせっていうか、変更捏造ですよね。うん。反日クソマスコミじゃないですか。所詮は日本犯罪者協会。ね。で、日本犯罪者協会、ね。 えー、反日売国団体の一つでしょ報道機関を装った日本破壊活動集団じゃないですか、こいつらも。ね、で、コラボの件も、ね、あの、二藤さんたちコラボ、ね、あれだって結局は、ね、反日破壊活動家、ね、日本破壊活動家どもが、ね、なんかじゃこの弱者とかなんかこの支援団体立ち上げて、でこの抗菌チューチュー、ね、このチュッパチャプサやっていたっていうのを、ね ばらしたわけじゃないですか。ば、ま、ら、あ、したというか、暴いたわけですよね、ひまそるさんたちが。うん。だからどっちも反日日本破壊活動家ですよね。ね。反日売国団体じゃないですか。うん。だまあ、内部告発ですよね。うん。これはまあ、全力で応援しないとダメですよね。うん。だから、日本犯罪者協会が、ね。 ね、予算もつけさせて、ね、我々国民から、まあ、僕は払ってないですけども、ね、受信料という名の、ね、電波薬座見じめ料、ね、巻き上げといて、我々日本社会、日本国民を攻撃してきているわけですよね。うんてか、ずっと攻撃し続けてるんですけども。いわゆる BPO 案件ですよね、これ、うん。これは興味深いですね。楽しみって言うと、ちょっと不謹慎かもしれないですけども。うんだから 今も昔もこの反日売国税、この反日クソマスゴミなんかは結論ありきで番組を作って、あの、ね造報道を垂れ流し続けてきた証拠ですよね。NHK もこれをやっていたってことです。うん。な例えばなんかあれですよね。わかりやすいところで言うとど何かな。 例えば何かあった時によくこのしょっちゅう記者会見開くじゃないですかあの時の例えばこの Q&A みたいなのも事前にばらまかれたりしたらいや多分出てくると思いますよ、うん、普通にもうだからできれいすっていうかまずシナリオありき、ね、でこの結論として反日売国税にとって、ねうん、都合のいい内容にまとめられているでそれがさも、ね、なんか例えばリアルタイムだったりとか、ね あるいは何かこう真実であるかのように嘘でたらめ垂れ流し続けている文字通りの報道機関を装った反日売国団体の一つに過ぎなかったっていう日本犯罪者協会がねうんなかなかちょっと僕の伝え方があれだななんかもうちょっとこの緊迫感っていうか <laughs> ねあのー、どんだけやばいのかっていうのがちょっとなんかお伝えしきれないんでねまあ もう面倒でなければね、あなたがこのご自身このググってこの確認してみてください、うん。ね。要は放送法違反の変更報道をしようとしていることに対する内部告発があったってことです。捏造を告発した人が日本犯罪者協会内部にいた。うん。そういうことですかね。まあ、正義感を持った人間がいたっていうのが正しいのか。 あるいはひまそらさんの <laughs>、ね、うん、ひまそらさんのこのネットワークを使って、ね、ひまそらさんが主導していたのか、ちょっとそこまではわからないんですけども、うん。まあでもすごいですよね。大手柄じゃないですか。うん。もう日本犯罪者協会はね、解体しなきゃダメですよ、こいつら。うん。ふざけすぎだよね。ね、この子会社、孫会社まであってさ、 ね、この総務省の天下りでさ、維持してて。うん、ふざけすぎです。もう本当に日本犯罪者協会なんで。ね、この媚ビ感コ中で、反日売国税に占められて。我々日本国民にとって、なんかプラスになることが何一つないじゃないですか。害悪でしかないですよね。まさにここもだって、ね、仏壇移民党と同じレベルで、ね、日本の敵、超敵と言っていい、いいそういう存在ですよ。うん。えー、今回以上です。